よっていうのは覚えておいてもらうといいかなと思います。で、えー、次が現金書き留め、えー。現金書き留めはですね、えー、料金が、えー、1万円、これはですね、あそうですね。現金書き留めの場合は、えー、その中に入れる現金の金額によって、えー、その 料金が変わってきます1万円以下の場合は430円にプラス基本料金で1万円を超えると5000円ごとにプラス10円かかってきますよとでこれは現金を郵送できる唯一のサービスです先ほどもお話ししましたが無保証でもいいから要は保証がなくてもいいなくなったらもうお金ねもう諦めるからねあの普通に82円で送りますよっていうふうに したりレターバックで送りますよとかってすると、えー、これはあの保証ができませんよっていうんじゃなくて、これは、えー、郵便法の第17条に違反ってなりますね、法律違反ってなってしまいます。えー、ですので、えーね、え変な話、えー、最悪の場合、これあの、逮捕されてしまう。 ことになってしまいますので、えー、これは必ず現金はダメですよ。現金かけ止めでないとダメですよということでしたら、まあ今は現金かけ止めの取り扱い自体はね、だいぶ減ってます。だいぶ減ってるんじゃないかなと思います。というのも、要は ATM とかがですね、これだけ普及してきまして、ね、えー、結構送料で200円ぐらいでしたっけ ねあの送金送金料金もね、振込手数料とかもね、今は非常にお安くなっておりますし、もう24時間どこでもできるネットで、ネットでもね、365日いつでもね、こうピッと、ね、クリックするだけでですね、えー、送金とかもね、さ 全部できてしまいまいす、ね、便利になってますもので、でそ,ね、それで瞬時に、ね、データ飛んでいきますもので、なかなか現金書き留めを使うケースというのは、えー、減っておるのは間違いはないんですが、えー、いざですね使う時にはですねこの辺り覚えておいてもらうといいんじゃないかなと思いますよ。で、えー、これですね、郵便局の窓口でですね、えー、これ現金書き留めを送る時には、えー、いくつかいろいろルールがあります、えー。郵便局の窓口でですね、えー 現金封筒っていう封筒が売ってるんです。でこの封筒に、えー、を購入して、えー、そこでですね、所定のルールにのっとってマラブテ差し出します。えー、これがですね、えー、結構細かい封印の仕方とかでですね、とか、えー、いろいろですね、細かいあの。 決まりがあるんで、えー、あまり、あ、ね、出したことないよという方は、ぜひ、あの、郵便局の丸口で、あの局員さんにちょっと聞きながらですね、えー、やってもらった方がいいと思います。えー、ほ本当に、あの、すごく、あの、実は、細かい、えー、ね、あの、 風船の仕方とかでですね、ちょっとでも不備があるとですね、お気づできなくなってしまうというようなことがありますもので、えー、で封筒もですね、必ずこの封筒を使わないと、別の定規のこの21円の封筒を使わないといけません。で、えー、封筒は、実はですね、あのこれ、あまり知られてないですけど、現金封筒って2種類あるんですよね。えー、普段ですね、見かけるですね、ちょっと定型 ののねあので使うような封筒のちょっとなってて、ね、ずんて言ったらいいの寸胴というか、うん、ちょっと、えー、よ横幅広いようなや,やつがあるんですけど、これで、とこれにですね、もう一回り大きい、えー、と現金封筒ってのがあるんですね。ちょっとすいません、現物がね、用意できればよかったんですけど、ちょっとさすがにちょっと用意ができませんでして、えー、これですね、えー 一回り大きい封筒も値段一緒なんですけど、これですね、見た目が定型封筒みたいなんですけど、一回り大きい方は定型外のサイズになっているもので料金が、基本料金の部分がです、ね、ガクンと上がってきて、120円以上になってしまうんで、えー、ちょっとそこ基本、ほとんど見ることはないというか、私もです、ね、実はその定型外の封筒って見たことがない。 えー、そうですね。えー、ですので、えー、基本的にはその定期採取で送れる封筒が、えー、売ってます。一応、あの郵便局で言うと、うん、どうしてもその定期採の封筒で送れないといけないやつ、えーっと。どういうケースがあるかというと、あ,のあれらしいですねあの、ご祝儀送るときとか、えー、特にあの結婚祝いとかでですね、あの大きいあの,のし袋で、えー、結構豪華な、ね、のし袋だと大きい 袋のものもあるじゃないですか。ごしご袋ですね、えー。あれがですね、えー、要はえっ、ー、と整形サイズのやつだと入らないっていうような場合はお手にね入れるわけにもいきませんから特にねあの。 結婚式関連のものはね、お手を入れるなんて持ってのほかになってきますから、えー、そういった場合にはその封筒を入れるようにというので、ね、ひ回り大きいサイズの方が用意されているということなんですね。ですので、えー、なかなか見る機会も少ないかと思うんですが、まあえー、現金ブート、あくまでも、まあ、これは現金ブートを使って出すんですよということです。で、えーと、この現金なんですけど、実はですね、えー、これ結構見落としがちな、えー、とルールがありまして、えー、これ現金には ここに書いておいたんですが、えー、現金というのは、えーと、ここで言うですね、現金書き留めの取り扱いで言う現金というものは、えー、日本国内にて現行で有効な紙幣・硬貨という規定があるんですね。えー、ですので、例えば外国の紙幣や硬貨、あとはですね、えー、有価証券、まあ